相手の攻撃が不可能なところに入ることができるんです。ところが避け身、もしくは体さばきをしてしまうと相手はすぐにこっちに反応できて蹴りなり突きなりを打つことができますね。しかも体さばきとして避けてしまいます。相手を動かそうとしても相手を動きます。でもしっかり入り身の、入り身として相手の懐に入ることができれば相手は軽く よく合気道でいう入り身、この入り身というのは相手に対して体を入れて何もできないことが入り身ではありません。相手の、何もできないところに入るのがいい。なので入り身転換、入り身転換というのは相手が何もできないところに入ってないとダメなんですよね。ところが何もでき動かないところに入ると入り身転換ではないんですよね。単なる転換になるんですよね。でも入り身としての体さばきができていれば転換しても相手は動くことができます。まして相手に力強く握られて動じない状態でこんなところに入ることが不可能ですね。そしたらこの相手に対して自分の重心体重を預けてやります。前足の内膝を緩めていくことによって相手との接点に重心圧がかかります。この力に対して90度以上の方向に背中を動かす。そうすることによって入り身転換という技に変わってきます、早くやってみます。緩めます。相手は重きに持たれます。何しても動かないですよね。それをよくある話はそこに行ってやろうとか力で回してやろう、これでは相手は動きませんね。まして2メーターもあるような外人なんか絶対動かないですね。そうするとまず、準備運動の動作の中にもあるんですが持たれます。相手と近い方の、重心のある足の内膝を緩めています。そうすることによって相手との接点に、力みが生じます。この力みをキープしたまま背中をこの力点から90度もしくは90度以上の方向に背中を、そうするとこうやって相手が動くんですね。もう一度やっていきますね。持たれました。動かないです。回れないです。持たれて重心の乗った足の内膝を緩めていきます。そうすることによって力みが生じます。これをキープしたまま背中を90度120度の方向に、今度横から不意に持たれた状態を作る。パッとします。そしたらキュッとして力点を作ります。90度以上、ここに